テイシティジャパンプロデューサーのさきです。今日は私が今まで作ったレシピの中で人気の高かった2つのレシピを皆様にご紹介したいと思います。こちらはキウイのスライスをあしらったボウルで作るドームケーキなんですけれども、私がテイシティに入りたての時にドームケーキが流行ってました。ドームケーキっていうのはボウルを使って、でそこにスポンジだったりとかクリームを重ねていって、ボウルの形をひっくり返して出来上がるので比較的簡単に作られるっていうレシピだったんですけれども、私はちょっとズボラなのでさらに簡単にしたいなというふうにそのレシピを見て思いました。デコレーションももうボウルの中で完結させてしまったらいいんじゃないかなと思って、ボウルにペタッとくっつきやすいキウイを選びました。組み立てるだけでできちゃうので、お子様とも一緒に楽しんで作っていただけるレシピになってます。 SNS で作りましたっていう写真をアップしていただいたこともありまして、テイシティ2周年の時にキウイだけじゃなくてアレンジバージョンでグレープフルーツだったりとか、あの果物と掛け合わせてカラフルなケーキにもアレンジしましたね。ぜひ皆さん誰かの誕生日だったりパーティーの時にぜひ作ってみてください。こちらはすでにアメリカのテイシティのプロデューサーのアルピンがフルフルチーズケーキというケーキのレシピを作ってくれてたんですけれども、それがすごく人気だったので、ジャパンにさらに落とし込むんだったら炊飯器で作ったらすごくお手軽になるんじゃないかなと思いました。フルフルチーズケーキは結構材料がたくさん、卵を13個用意しないといけないとかっていうのがちょっと日本では親近感が湧かないかなと思ったので、卵は2つにして、あとホットケーキミックスを使うなどして材料は全部で7個しました。炊飯器もなるべくちょっと小ぶりのものにしようかなと思って3合炊きのもので撮影しました。炊飯器のレシピはテイシティでもよく紹介しているんですけれども、とっても簡単に作れるのでおすすめです。テーブルの上に行くと結構プルプルってなるので、そのあたりも楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。いつもテイシティジャパンを見てくれてありがとうございます。こういったレシピ欲しいなっていうことがあったらコメントをください。お待ちしております。